このスタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。まずはこのゲームの入り方ですよね、はい、立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますから ね自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。どういった立ち上がりになるんでしょうか。縦に大きく放り込む、縦にボールを送りましたがこれはタイミング合いませんでした。ボールを下げてリズムを作るか、縦に長いボール、ペリシッチ、ここはファールです。サイドへ、シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。カザフスタン、マンジュキッチ、今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。フラシッチ、さあボールはマンジュキッチへ、これはオフサイドです。このパスを防ぎます。ブルサリコ、スペースを狙う、今のゴールなんですが中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。1対0先制しています。精神的なゆとりを持つことで視野がガーッと広がってきますから、結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね。はい、ブロゾビッチからマンジュキッチ、一旦下がります。マンジュキッチ上がっていけるか、ファールかないですね、吹かないですね。メルケル、大きく縦へ、さあ一気にカウンター、モドリッチ、ここは中央切り込む、さあ一人で持っていく、さあここでカウンター、裏を狙う、このパスが抜ける、絶好の位置で受ける、シュート、どっかへ、パスを崩した、追いつきました。いいですね、見せますね。ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。見応えのある好ゲームです。さて同点で終えた前半となったわけなんですが、いかがですか。両チームとも得点できてますし、ここまで自分たちが目指すゲーム運びができていると思います。ですから相手のペースをどう崩していくか、そこがポイントになってきますよね。前半を終え1対1、同点で後半へと折り返します。さあ後半です。
ホーム側としては大暴してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね。メルケル、今日はこのゲーム勝てばまた連勝の数を伸ばします。ホーム側今調子いいですからね、チーム内の雰囲気も士気も上がってると思いますね。ドリブルで仕掛ける、レビッチ、いい展開ですね。オフサイドですか。ここはドリブルで上がる、プレスからボールがこぼれる、ロングボールを入れてきます。いいプレッシャー、ラキティッチ、ボールの奪い合い激しいものがあります。裏へ出るか、抜けてくる、さあカウンタースピードを上げたいところ、チャンス来た、キーパーよく止めました。さあ右へ預けて、カリニッチからブラシッチ、右サイド上がっていく、どこから出る、カウンターを仕掛けます、ルーズになります。カリニッチからブロゾビッチ、カリニッチー、今のゴールシーン中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。ここでリードを奪いました。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。届くかこのボール、一気に前線へ、中央へ切り込む、さあ仕掛けるか、拾いたい、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。さあ持っていく、失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。スルーパスを出す、そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。ホーム側としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。さあブラシッチ、自分で行く、どうだ、スーパー、こぼれた、トップ詰めている、上を口に加えて、今試合終了です。2対1、1点差で勝利、かろうじて勝ちました。さあいかがでしたか。今日は点の取り合いになりましたし、お互いの持ち味を存分に発揮できましたよね。最後まで